高い系ギタリスト DDG です。超絶ギター道場へようこそ。ライアーのギターソロめちゃくちゃ難しいですよね。あまりねうまく弾けなくて申し訳ございません。本当にねすごく難しいんですよ。で、前にもね超絶ギター道場ではライアーのお話をねさせていただいたことが、ライアーのギターソロのねお話をさせていただいたことがあるんですが、そちらの動画に今回ちょっとね、僕もすごくなんかこう、よくわかる、面白いご質問をいただきました。こちらなんですが、ちょっと読んでみます。こんにちは。楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。ソロの出だしのアルペジオですが、自分はダウンピッキングから入らないと、プリングで間違い入るような感覚でうまく弾けません。イングウェイはアップから入っているような気がしますが、あ、そうなんですね。ここは僕、ちょっとね、よく分かっていないところなんですが、プリングの後の、2弦のタイミング、どうやって測っていらっしゃいますか？という、こういった、すごくね、面白いご質問をいただいたので、今回ちょっと取り上げさせていただいたんですが、まあ、何が面白いかっていうと、僕もすごくこう同じ感覚に陥ったことがあるので、すごく面白いなと思ったんですが、陥ったことがあるというか、今でも結構そういうことがあるんですよ、実は。で、これね、まあ、僕の場合はね、アップから入っているっていうのはもちろんそうなんですけれども、3弦スイープ、実は最初だけダウンで入っています。こういうふうにね、最初だけダウンで、その後からアップ。なんでかっていうと、3弦スイープを練習し始めた時からそうだったから っていう、もう本当にね、何も考えずに弾いてきたので、まあ、気づいたらこうなってって言ったんですが、まあ、ここに関しては自分がそう弾いた方が弾きやすいからっていうね、ある意味ちゃんとした理由がそこにはあるんですけれども、まあ、今回のお話、そういったことではなくて、このね、街の感覚。これどういうことかっていうと、まずね、ここで一つ覚えておかないといけないことがこうあるんですけれども、自分がね、そういうふうにこう覚えてきたんですが、プリングとかハンマリングって楽譜に表すと、タブにね表すと、こう弧を描いた線でこう描かれるじゃないですか。で、あの表記っていうのは長さじゃなくて技術なんですよね。このピッキングをね、1回のピッキングで2つの音を出すっていう。なんかこう、あの線を見ると、あそこが長さなんじゃないかなってこう勘違いをしやすいんですけれども、で、そこをそう捉えてしまうと、右手でコントロールしようとすると、その本来長さじゃなくて技術の部分を長さと捉えてしまって、右手がなんかね、こう、なんていうのかな、勝手に本来ないはずの長さを作ろうとしちゃったりするんですよ。で、本来の長さっていうのは、この長さもこの長さもこれも全部一緒なんですよ。で、全部一緒なんですけれども、なんかこう、あの線を見ると、あくまでこれはね、この、いただいたご質問に対してというよりはね、質問をくださった方がそうかはちょっとわからないんですけれども、僕もね、すごく同じ感覚に今でもたまになることがあるので、僕の場合はなんですけれども、あの線って弧を描いたあの表記って、なんか長さに見えませんか？長さじゃないんですよ、あれ。技術なんですよね。プリングだったら、で、ハンマリングなら。なんかでもね、あの表記を見ると、長さだと勝手にこう、イメージをしてしまってね、勘違いというかイメージをしてしまって、で、それを右手で作り出そうとしたときに、なんか変なね、こう、長さを勝手にこう作り出しちゃう。
なのでどういうふうにタイミングを測っているかというと、もう右手はほぼ添えるだけ、勝手に動いてくれるというイメージで、もう右手に関してはほぼ意識をしていないです。で、じゃあどうやってタイミングを測るかっていうと、スイープに限らず、すべてのそのなんていうのかな、そのリードギターにおいて、僕は今はね、もちろんその右手のピッキングを意識することもあるんですけれども、ほぼ8割9割は左手だけで弾いています。右手はついてくるだけで、そういう風に弾いてみると、左手だとこう余計な長さを作らないんですよ。難しいですね。なんか全然弾けてなかった。ただ左手で弾くように意識をしています。そうすると余計な長さを作らないので。なのでその2弦をピッキングするというよりは、2弦を左手が押さえてくれる。というイメージ。で、あとは勝手にピックがついてくる。というイメージで弾いています。かなりね、シンプルになると思います。誰にでも合うね、その考え方ではないとは思うんですけれども、僕はね、こういうふうにタイミングを測っています。そうするとなんかこうタイミングを取る必要がなくなってきて、すごくシンプルになるんでね、左手で押さえる、長さは全部一緒なのでね、というふうに、この三弦スイープ、まあ三弦スイープに限らずね、早弾きをするときとかスイープピッキングをするときというのは、僕は左手の意識だけで弾くようにしています。というなんかこういただいたご質問に対してちゃんと回答できていないような気がするんですが、もしねちょっとでも参考にしていただけたら嬉しいと思いますし、結構ね同じ悩みを抱えている方ってギタリストなら結構いらっしゃると思うんですよね。僕もその中の一人だったのでね、今回、このご質問すごく面白いなと思ったのでお話しさせていただいたんですが、まあ今回のこの動画でちょっとでもねこう参考にしていただけたら嬉しいなと思っています。はい、ということで今回も僕の動画楽しんでいただけてたら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。破壊系ギタリスト DDG でした。